中学受験をしない小学4年生の勉強に対する意識、忍耐力、継続力はどのようにして養えばよいのでしょうか。本人が嫌だと思うことを一生懸命やらせたらいいんじゃないですか、ね、それを耐えるっていう力が忍耐力だと思うし、忍耐力を徐々にこう広げていくのが継続力だと思うんですよね。平たく言ってしまったらスポーツやらせるっていうのが一番簡単だと思いますけどね。スポーツって自分自身がしんどいと思うことをやらなきゃいけないじゃん。それをさ、手を抜いて走ったりとか手を抜いてやったりとかするっていうのは自分の限界を超えようとしないわけですよ。だから忍耐力っていうよりはどちらかというとしんどい思いをしたくないっていうところから逃げてしまうことになるんで、忍耐力とか継続力っていうのはまず忍耐力を育てなきゃいけないと思うんですよ。そのために自分がちょっとしんどいなと思うことをやる。それはさっきも言ったんですけども、ちょっとしんどいなと思うことを明日またさらにそれをやってあげることによって、どんどん忍耐力だったりとか継続力が増えていくかなと思いますね。スポーツやらせるっていうのが一番いいかなと思いますけどね。遊びでもいいですよ、遊びにも。少しずつ成長するっていうのはそういったことだと思うんですよね。別にそれがピアノでもいいし、習い事なんでもいいと思うんですよ。バイオリンでもなんでもいいと思うんですよ。でもそれを惰性でピアノをやってたり惰性でスポーツをやってたりとかしても意味がなくて、意味がないわけじゃないんですけども、それも一つの手なんですけども、ただ忍耐力とか継続力とか本人の向上心とか育てるんであれば自分の限界を超えていくっていう練習をしなきゃいけないんで、そうするとスポーツなのかなと僕は思いますね。一番わかりやすいのが勉強で養うっていう考え方はやめた方がいいと思いますね。勉強をやってても勉強でしかできないって、勉強は一つの手段の道具方法なんですよ。だからスポーツでも別に学習能力なんていうのは育っていくので、勉強っていうのはペーパーの話になるんですよね。能力自体は生活面でもいくらでも改善することができると僕は思います。ありがとうございます。正しく何かスポーツをやらせようかなと思ってます。先生と同じ考えで嬉しいです。僕偏ってますけどね、性格も考え方も、あんまり人に誇れるような、ね、性格ではないと思うんですけど。